Necromancer! Mechanical Select! Operation Select! Story Mode!公安施設が巨大獣に襲われているとの連絡が入った。地球防衛隊ビット出動。蘇る勇者巨人宮殿ガムダ登場。スーパーロケットだ。効かない。燃えろ。僕は大人だったらあんなのやっつけてやるのに。あそこに子供が。私が助けに行きます。 オッケー待てよ。キャー。 キーがやられちゃった。なんだ？新手の巨大獣か。Get ready go。 私は地球人よ。そう決めたはずなのに。ビット、北へ。侵略機械、ボロン登場。死ぬしかないわね。エレクトリック光線銃じゃまだ足りません。諦めるな。死ぬしかないわね。このままじゃダメだ。オッケー、どこ行くんだ。守ってみせるわ。 Ready, go!
Armor damage! Extreme impact! あいつなら休暇中さ、友達と会う約束だって言ってたな。記憶の彼方の戦士、美と正義の使者、ディアナ・セブンティーン登場。一年前の誓いを守れなかったようね、ケイ。いえ、宇宙人ケイラン。ディアナ・セブンティーン、私には黙って見ているなんてできなかった。何百何千年かかろうとも、人類は自力で侵略者に勝つべきなのよ。人類に過保護な親は不要だわ。約束通り、お前を処刑します。ゲット、レディー、ゴー。あのゲーム、そうやって永久に人類に手を貸し続けるつもりか。そうでないなら、たとえ勝ってもお前は地球にいられなくなる。ディアナ、なぜ手加減したの？
今の人類では奴らには勝てない。あなたにこの星を預けるわ。あなたの地球への愛全てを。ディアナ、戦え、パルシオン。なんだって、パルシオンが空港を襲ってる。星空の誓い、シャドウパルシオン登場。あ、ゼネちゃん、あいつも悪者だったんだ。僕もビットに入れてよ。あんなやつ協力構成中でやっつけてやる。違うわ、ゴロ君、あのパルシオンは偽物よ。お次に本物のパルシオンが来てくれる。だから早く避難しなさい。うん、分かった。なんだかケイ姉ちゃんって。守ってみせるわ。ゲット、レディーゴー。この目、お前一人であの方に勝てるとでも思っているのか。ここにいたか、ケイ。無事か。怪我しているのか。大丈夫です。心配かけてすみません。ケイ姉ちゃんの言った通り、本物のパルシオンが来てくれたね。パルシオンはなぜ俺たちに味方してくれるんだろう。パルシオンはね、この星が好きなのよ。おいおい、女の子はこれだからな。ゴルディバス、奴を倒したその時、私は消えゆく力、異次元生命体クヴァール登場。攻撃するたびにどんどん成長してますよ、あいつ。うかつに手は出せんのか。ケイ、どうした。顔色は悪いぞ。大丈夫です、やれます。おい、どこ行くんだ、ケイ。守ってみせるわ。ゲット、ゴー。どうせ死ぬのか。どうせ死ぬのか。どうせ死ぬのか。Extreme Impact! Catch us at Kubar! Woo!
challenge. Extreme Impact! Critical Impact! ルシオンは深手を負ったように見えたが。ねえ、島兄ちゃん、ケイ姉ちゃん見かけなかった？さあ、そういえば見ないな。我は魔人大帝ゴルディバース、地球人どもに宣戦を布告する。なんだ、どこからの通信だ？お前たちに味方する愚か者、パルシオンの生命は尽きた。もはや地球を守る者などどこにもいないぞ。ケイ姉ちゃん、ここにいたんだ。僕、姉ちゃんに聞きたいことが。地球を守る者、魔人大帝ゴルディバス登場。ゴロウ君、みんなは大丈夫かな？怪我してるの？みんなのところへ帰ろうよ。ダメ、もう一度だけ戦わなきゃ。姉ちゃんってやっぱりパルシオンなの？ゴロウ君、ゴロウ君は強い子よね。ビトや地球の人たちみんなも。本当はね、人類の力だけでこの美しい星は守られるべきなの。だから私がこの星のためにパルシオンを使うのもこれが最後。待って、ケイ姉ちゃん！守ってみせるわ。Extreme Impact!
この星の平和を脅かしていたゴルディバスの脅威は去りました。平和になったこの星に私はいるべきではありません。いつも助けてくれる者がいては人類は努力をやめてしまいます。パルシオン、残念だがあなたの言う通りかもしれない。さようなら地球の人々、私はあなた方を愛していました。待ってよケイ姉ちゃん。どうしたんだゴロ君。あれはケイ姉ちゃんなんだよ。そうか、そうだったのか。ケイ姉ちゃん行かないで。僕がみんなを守るから。ボス泣くな。パルシオンの、いやケイの言葉を聞いただろう。ケイは人類を信頼して去っていったんだ。その期待に応えなきゃいかん。嫌だよケイ姉ちゃん。ケイはきっと我々のことを見ていてくれる。